はい、こんにちは、こんばんは、浦表です。本日はですね、あちら後ろにありますずらーっとあるこちらの画集ですとか技法書、ビジュアルファンブック などですね、もう本棚に入りきらなくてあぶれてるものです。で、今回はもう本棚に入りきらなかったので、カラーボックスを新たに買いました。なので、カラーボックスの、制作から設置まで流しで見ていければと思います。こちらが画集をしまうように自分が使っているカラーボックスですね。本来はその縦にして3段で使うんでしょうけど、自分はちょっとこれは横にして使わせてもらってます。この余裕があるとどんなに大きい画集でも入ってくれるので、すごく便利ですね。あとこれってその今この見て分かる通り180センチぐらいある本棚の上にさらに置かれているんで、この上の方までぎっしり入られてもどうせ手が届かないんで、ちょうどこのぐらいの置かれ方をしているのが自分にとっての限度であり、あと頻繁に見るものでもないので、ちょうどいいものなのかなっていう感じですね。他にもこっち側、机の上にもう一つで、机の上段を2段こうやって使ってますね。あともう一個の部屋にもまだあと3つぐらいあるんですけど、やっぱ画集はちょっと増え続けちゃうんで、また今新たに1個増やしましたので、カラーボックスは簡単に作れるよ、こんな風に入るよっていうのを紹介しようと思います。こちらもう一つの部屋ですね。ちょうどこの本棚の上にスペースがありますので、そこに新しくカラーボックスを置こうと思います。こちらがカラーボックスですね。 Amazon で3000円ぐらいだったような気がします。そこそこ重いです。片手では持つのがちょっと大変かなっていうぐらいですね。では早速開けていきましょう。はい、中を開けてみるとこんな感じです。一応内容物全部確認して問題がなければ作っていこうと思います。それとですね、こちら電動ドリルあるんですけど、こちらがあるかないかでもう難易度が跳ね上がります。跳ね上がるというか、もうすごく劇的に変わります。もしも今後本棚をもう一個でも作ろうと思っている人がいるのであれば、これは買った方がいいです。ものすごく便利ですし、あと力の弱い人とかでも、正直やっぱドライバーとかって結構握力とか腕力使うんで大変なんですよ。でもこの電動ドライバー使うと本当にもう力の弱い人でも簡単に作れるんでおすすめです。でかい本棚はさすがに結構力使いますけど、それでも電動ドライバーがあるだけでかなり希望は見えると思います。はい、こちらが一番初めのステップですね。側面に底板を4枚つける作業ですね。ちなみにこの底板ってその左右のものと中心の2枚っていうのは別物なんですよね。もう何者もその説明書を見ながら説明書通りに作れば作れるんですけど、こう全く同じような板が4枚あると違いを分からずにはめちゃったりするんで、自分も昔それあるんですけど、そうしてこれ違う板じゃんと思って外してもう一回別のところにつけようとすると、もう一度ネジをガーッて通したものを外してるから、やっぱネジの通りが緩くなったりとか、あとは単純に時間が浪費したりとかいろいろ問題があるので、説明書を よく読んでゆっくりと確実に作るのが今の自分のモットーですね。ちなみに後ろのネジはこれ仮止めです。もう手でちょっ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 と止められる程度ですね。まだ道具は特に使ってません。はい、そうしましたら、裏の板を3枚入れて側面を蓋して完成ですね。いやー簡単。ちなみにネジを止めるのがいかに簡単かをお見せしましょう。よいしょ、おしまい。はい、これで無事カラーボックス完成になります。大体そうですね、今回はその説明というか途中間を置いて作りましたけど、バッと作っちゃえば多分3分ぐらいで作れますね。だからすごい簡単に作れるものなので、これは とてもおすすめです。上に置いてみました。これで何冊ぐらいですかね。20、50、60冊ぐらいは入るのかもし、60は言い過ぎか、50冊ぐらいは入るかもしれないですね。ということでカラーボックス完成となります。いかがでしょうか。その作るところがね、端折られてたんで中途半端な動画になってると思いますけど、一番伝えたかったものは超簡単に作れるよっていう点ですね。でもう一個は電動ドライバーがあまりにも便利すぎるよって部分ですかね。あとその画集って結構重いので、その中途半端な安いそのブックスタンドとか、その鉄のこういう斜めのやつだと正直止まらないんですよね。それでその画集を整理するってのは難しいんですよ。
でもカラーボックスっていうのはもう本当に中間にすごいしっかりとした敷居が2本絶対入るんで、まあ本当そういう意味でも画集とか雑誌とかそういったものを入れるのにすごくおすすめですね。まあ雑誌って言ってもあれです、あの漫画の雑誌とかではなくて、例えばファッション誌ですとかそういった全部カラーページで重い雑誌ですね、ああいうものもこのカラーボックスに入れてあげるとすごくいいです。まあこのカラーボックスプラス、ブックスタンドでもいいと思いますし、まあということで今回はカラーボックスの紹介となりました。とっても便利です。まあ物が増え続けるのはどうかと思いますけど、まあ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 うまく使える人はきっとうまく使うでしょう。ということで今回の動画はここでおしまいとなります。失礼します。